の人は首相の当時にお亡くなりになってしまって、はい、世界中から要人が弔問に訪れてました、お葬式の時に、うん、であの時にですね、成田に全部飛行機届きますの、着きますので、はい、成田東京間の陸送ってすごく大変で、はい、要人警護もできない状況になりますので、この飛行機が成田羽田間をピストン輸送しました。でその時にですね、弔問客みんな木をですね、担架について持っていくんですけど、この状態だとこの時山積みにしてしわくちゃにしたらえらいことになりますので、自衛隊の人が一生懸命これを作ったんです。あ何やらこう、あ追っかけれるように、そうそう、これがその時の救護次第の感じが楽です。これがこの機体が活躍した一つの、はい、上手な溶接じゃないですかね。僻地って言い方すると別語になってきますよね、うん、どんなところへ行かれても降りれるように、これ内蔵式のタラップなんです。これ今お兄ちゃんがドンと押すと、これこのまま開いて出てきます。ただしまえないんですよ。もう展示機になっちゃったもんで電源がありませんので、これを上げる特殊な電源がここも積んでないもんですから、で今もう申し訳ございません、狭いところから乗っていただいて、